はい、えーと、放物運動についてねこんな例題やっていきましょうどんな例題かっていうと質量のボールを真上に投げたとで。時速72キロで投げたらどのくらいの高さまでいくかなってのが丸一番ね、まあ、時速72キロっていうとあの車このぐらいの速度で走ってることあるよねでそいつがそのままポーンと上に行ったらどこまで飛んでいくかなって、まあ、そんな問題。 マルニーは時速360キロやったらどうなのどこまで飛んでいくのっていう問題ねちなみに今開発中の新幹線はあの最高速度360キロでねあの実際にお客さん乗せて走るっていうのが目標になってるらしいです、はいまあ、だから言い方変えたら、まあ、その新幹線がね時速360キロでちょっと真上の方にこういきなりこうなんか飛んでったとさあどこまで飛ぶかなって、まあ、そんな問題ね、まあ、やっていきますよ、えー と1番運動方程式書きます座標軸位置を取っといてねでボールがありましたとで最初あの手から離れた瞬間、まあ、時速360キロ手で投げれるかって問題はあるけど、まあ、とにかくあの時速360キロなり72キロでこうスタートってね発射したその瞬間の位置を原点に取りましょうねでこいつはビューンと上に飛んでいくと。 初速度 V0、ね、は1の場合は時速72キロ2の場合は時速360キロってなるけども、まあ、ちょっととりあえず V0 と置いておいて後で代入することを考えますこいつはビューンと上に飛んでいくわけねでこいつの位置を x で表すことにしましょうねまあ x でも y でも何でもいいんやけどねさあボールの運動方程式書きますボールの運動方程式は 運動方程式のね。左辺はもう誰でもすぐ書けるんよ。左辺はね。質量をかける加速度って書けばいいんだよね。質量をかける加速度もうこれでオッケー。x の2ドットってなんやねんってね。これ忘れてる人思い出してね。x が1表すんだよ。上に点1個書くと x ドット x を時間で1回微分しました。って意味ね。そうすると速度になるんだよね。 2回微分すると加速度になりますね。ちょんちょん時間 t で2回微分しましたっていう印 x2 ドットさあ右辺は右辺にはねこのボールに働く力を書きます。このボールにはどんな力が働いてる用意ドンの時にポーンと投げました手からもう離れたあ今空気抵抗は無視して空気抵抗を考えるとちょっと面倒くさいからね。 まあ真空で投げましたっていうかまあ空気抵抗はまあまああの無視できるぐらいにしか働かんと今はちょっと考えましょう。でビューンって飛ぶんやけどももう手から離れたらもう誰も押す人おらんねん。ねこいつこのボールに働く力っていうのはもう重力のみだよ重力は下向きだから最初のうちはこのボールぐんぐん上に行くんだけど働いてる力は下向きね逆方向ね。 だけど下向きの力が働いてるんでだんだん勢いがなくなってどっかでピタッと一瞬止まって再び落ちてくるってわけです。さあ運動方程式は右辺に力書きます。力の大きさが Mg。ただし向きがねこのさっき取った X 軸のこの向きと逆向きの力なんで。 座標軸と逆の向きなんだよっていうのをマイナスつけて表しますさあこれで運動方程式出来上がりねこいつを変形していくとこのボールの運命ね速度がどう変わるんやろう加速度はどう変わるんやろうってうのが分かりますえっとまずちょっと両辺 m で割っておきましょう x ずドットイコールマイナス g とねあの 運動方程式書いてって言った時にこの2つ目の式書いたらいかんよ必ず1つ目の式これが運動方程式ねこれちらが運動方程式ねこちらは加速度が −g ですよっていう意味2つ目の式はね全然意味ちゃうねんね1つ目の式見たら質量 m のものの加速度がこんなス m g っていう力で生じてるなっていうのが分かる式ねこっちは加速度が −g なんだよねって式数学的には等価なんだけどね だけど意味全然違いますね。数式にもちゃんと意味があるからね。あの意味を考えて式表現っていうのはしないといけないよね。さあこれを積分していくと、1回積分すると速度が分かるはずだ。うん、積分していこう。x2 ドット dt イコールマイナス gdt と。えっと、積分と微分は逆の演算だよね。微分したら x2. x.、2. 加速速度度になるのは何だって言うと x. 速度です右辺微分すると定数ス g になるのは何だス g t そして積分定数を足すこれで OK だね。c なんで積分定数出てきたけどこれは t が0の時の速度が分かればそれに置き換えることができます。さっきね用意ドンの時の速度 v0 にしようって話してたのね。 これ使いましょう。ここで x ドット t イコール0における x ドットは今書いた式によると c だとだけどこれをねなんか c ってわかりづらいのでも v0 としてしまいますねと置きますそうするとさっきの速度の式は x ドットイコールス g t プラス。 c を v 0に置き換えてこれで出来上がりねよしこれで速度の時間変化が分かった、うん、さあ次にさらに積分してね1の時間変化求めますよマイナス g t プラス v 0を積分左辺は左辺は微分したら x ドットになるのなんやってとそれは うんと微分したら速度になるやつ、x 書けばいいよね。x イコール、右辺、微分したらマイナス gt になるのなんだって言うと、t の2乗微分したら 2t になるんで、2分の1ってやってね。で、これで微分したらマイナス gt にちょうどなるね。プラス v0、これ定数、v0t 微分したらちゃんと v0 になるよね。 足す積分定数を忘れなくとさあここで C ってなんかややなと思うよね用意ドンの時 T イコール0の時の X の値を求めてみるとん T イコール0で1個目なくなる2個目なくなる3個目だけ残る C とねさてさっきさ用意ドンのこの ポーンとボールを V0 で投げ出すこの位置を原点にしましょうって話してよね。だからこいつをもう原点にしましょうこの位置をね。だから C イコール0なのでさっきそのように決めたからね。あの丸1のこの図書いた時にね最初の位置を原点にしましょうって言うたから。 X0 イコール C こいつがちょうど0なのでさあよしもうこれでねもうボールの運命全て分かったってことになるよ。ボールが時々刻々どんなふうに速度が変化するかっていうのは丸1式見りゃ分かるよね。丸じゃあ1はどういうふうに変化するのっていうのは今書いた丸2見りゃ分かるよね。 じゃあこのボールどこまで飛ぶの最高点はどこってのは、うん、と2つやり方があってねこれビューンと飛んで最高点で一瞬止まるねそうねビューンと位置を変えるその瞬間ピッと止まる瞬間があってまた落ちてくるこの時刻は丸一式これから求めれるねイコールゼロにしてね t イコール自分の v ロかとかやってねそれで その最高点における一一じゃない時刻 t を求めたらその値を今求めた二式1の時間変化の式こいつの t のところに代入すれば最高点での高さわかるよねまた別のやり方もあるよ今書いた二式ねこいつは二次関数ね二次関数って中学生の時に習う関数だよねマイナスがついてるから多分こいつのグラフはうんと横軸に時間 取ったらこんな上に凸のグラフまあそりゃそうだよね。時間 t っての x の値ってのは時々刻こ,うこ,うこう変わっていくんだけどもだん,だん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 高くなってやかて0に近づきますという形をしています。これをちょっと変形してみましょうね。イコールマイナス2分の1の g のうんーと t2 乗引く g 分の 2v0t って書いてもいいか。 イコールマイナス2分の 1gt 引く g 分の v0 の2乗えっと今これでさっきまでなかった定数項ね g 分の v0 の2乗とここをかけたところが余計に出てきたんでこれを帳消しにする項を追加します二分の 1g の g 分の v0 の2乗と マイナス二分の一 t 引く g 分の v 0二乗プラスえっとちょっとだけ整理すると 2g 分の v 0二乗とよってボールはえっとここを見ると t イコール g 分の v0 の時ねこの二乗項のところが0になりますだからこの時に x は最大値だね マイ,ナスのこのマイナスのついてる部分が0になる。そして、その時の値がここにある定数ね。はい、ボールは t イコール g 分の v0 でえっと最高点。x イコール 2g 分の v0 二乗に達する。 っってこととが分かりますちょっとだけね確認確認っていうのはさっきボールはピューと飛んでって最高点で一瞬止まるって話したね。一瞬止まる時の時刻は1によると t イコール g 分の v0 って分かるね。今見たこの今導いた式ね。 ここでも t イコール g 分の v0 で最高点だよって結果が出ててうんちゃんと一致しするね両者の時刻がねだから変な計算ミスもまあまあしてなさそうだってことが分かりますあとは時速7 2キロの場合と3 6 0キロの場合でこの最高点の高さがどう変わるかということを計算しましょう一点面白いのはねこの x は M を含まない質量 M を含まないような値になってるね。ってことは質量が 100g のボールを投げたって新幹線が飛んでったって初速と V0 が同じだったら同じ高さまで飛ぶってことが分かります。えっとこれは質量 M と無関係ね。え,っと,えっと無関係。 これはものすごく大事ね。重いものも軽いものも初速度が同じだったら同じ高さまで飛びます。さあ実際に値を入れて、うんとまあちょっと計算してみましょうね。えー、っと、よいしょっと。さて、えー、っと M、M じゃない、V0 だ。V0 が時速72キロの場合ね。 V0 イコール 72km トルパーアワーの場合、えっと、X イコール2かける、えーっと、G っていうのは重力加速度の大きさ、9.8m p e ー秒の2乗ね。そして、分子に、えっと v、V0、72km キロパーアワー、こいつの2乗ね。 やって必ず単位書かんともう数字だけにしちゃうとねなんかもうただの数字の計算になってちょっとおかしな結果が出ることあるこう単位も書いとくことであれ分母にはメートルパー秒の2乗だけど分子にあるのはキロメートルパーアワーの2乗ってのが出てくるよねってんでね単位そろえんといかんよなーっていうのにパッと気付けるんだよね。イコール 2かける9.8メートルパー秒の2乗。えっ、ー、と、72かける1キロメートルは1000メートルですね。10の3乗メートルです。1時間は60秒かける60分で3600秒。3.6かける10の3乗秒ね。これの2乗と。イコール パーえっと72の2乗をかけるあその前にもう2乗する前にちょっと整理先にしといた方がいいですねここに3.6と72があるんでねこれ20になるね10の3乗と10の3乗消えるねよしよしなんかずいぶんシンプルな形になりそうです はい、えー、っとそういうわけで20の2乗そして単位がメートルの2乗パー秒の2乗になるんだよねさあ分子の方はねうんと真面目にまあちょっと計算してもいいんだけど9.8って大体もう10にしときましょうねあの誤差2%、うん、そんな致命的な量やないね 2%の精度でまあ求ままたら今はいいとしましょうそうするとイコール分母が20分子が20の2乗やから20やねそれから単位もちゃんと計算するよメートルの2乗をメートルで割るとメートル秒の2乗が消えますっていうわけでこことここ消えるはいイコール20メートルまで飛ぶってことが分かるねこれが時速72キロで 投げた時のの最高低の高さ2 0ルでどのくらいやっけん,うんとあのビルね1階あたり 23m なんだよね 2m よりはある 3m はないことが多いかなもちろん建物によ,建物によるけどねまあだから7階建てのビルの高,あの高さぐらいってことになりますさて2番 今度は時速がね360キロの場合だよ V0=360km p ー r h o ワー。だからあの百六時速360キロでガーッと走ってる新幹線のレールがどっかで上向きになってましたとその勢いでポーンと飛んでいくとどこまで飛んでいくかなって話ねえー、っとこの場合 X イコール、もうさっきと同じ計算。分子はもうさっきと全く同じね。2G だもんね。で、さっき分、あ、分母が同じね。分子は時速72キロやったのを、時速360キロに置き換えます。360キロメートルパーアワー。こいつのえっと2乗にしないといけなかったね。うんと、こいつの2乗イコール、 2×9.8m/h 秒の2乗。えっ、ー、と 360×1km は10の3乗メートルです。1時間は 3.6×10 の3600秒やからね。10の3乗秒と。これの2乗。えっ、ー、と3.6と360があるからちょうどこれ100になるね。 10の3乗10の3乗が消えますね。はい、そういうわけで、だいぶ簡単な式になります。9.8メートルパー秒の2乗。えっと、分子は100の2乗だから10の4乗だね。100が10の2乗。その2乗だから10の4乗メートル2乗パー秒の2乗。これいくつイコール、さっきと同じようにね、 このは大体10だだいと思ってください、ね、そうすると2%の誤差えー、っと大体10だからこいつ10の3乗に変わるね10の3乗って1000だ1 0 0 0 2を計算すればいいんだから500ってことになります500単位は秒の2乗秒の2乗が消えるメートルの2乗÷メートル、うん、メートルが残った 500メートルすごいね新幹線はあの実際に360時速360キロで運行予定だそうだからその勢いでポーンと上に飛んだら500メートル上まで飛んでいく、ね、なんかもうそのまま空飛んじゃえっていう感じするよね、まあ、そういうわけで新幹線すごいぜっていうまあ話でした。